なたは今妊娠しました。その子は救世主となります。イエスと名付けなさい。聖書によるとキリストのお母さん、聖母マリアは処女でありながら息子のキリストを身ごもったとされています。マリアはある日いきなり天使ガブリエルから身ごもっていることを告げられます。ある日いきなり天使が来て身に覚えがないにもかかわらず、あなた妊娠しているわ、なんて言われたらどんな気持ちになるんでしょう。おそらく聖書の処女自体というとんでも事象に驚いた画家が多数存在していたんでしょう。マリアが処女自体をガブリエルから告げられた時の絵はよく描かれています。大体の絵はマリアが驚いているようなジェスチャーをしています。まあ、処女なのに妊娠していたら驚きますよね。しかもこの時マリアには婚約者がいました。名前はヨセフ。ヨセフはマリアから妊娠を聞いた時、密かにマリアと別れを考えたと聖書に記されています。身に覚えがないのに婚約者が妊娠していたとなると、明らかに自分の子供ではないので当然です。しかし別れを考えていたヨセフの夢の中で天使が現れ、恐れるものではありません、マリアの妊娠は聖霊によるものですと告げます。ちなみに聖書にはこの天使の名前は記されておらず、ガブリエルなのかそれとも違う天使なのかは分かりません。聖霊によるものという言葉を信じ、ヨセフはマリアの夫としてイエスの父親として立派に役目を務めます。昔は結婚前の性行為は悪とされていて、女性が結婚前に身ごもると石打ちの刑に処せられ殺されていました。処女受胎の報告を天使から受けているマリアのこの絵を見ると、ここにマリアの方をじとっと見ている人たちがいます。マリアが身ごもったことを瞬時に判断して陰口を言っているようにも見えます。この光は聖霊がキリストをマリアの体に宿しているところでしょうか。この光を浴びると処女だろうが何だろうが妊娠すると考えるとちょっと怖いですね。聖書に処女受胎という不思議な現象が書かれているので、中世ヨーロッパでは結婚前に妊娠してしまうと聖霊のせいにしたこともあったらしいです。なんか聖書の話がいいように利用されている気がしなくもないような。ということで今回はこの辺で。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。